はい、どうもこんにちは。サバ整骨院写真部でございます。本日はですね、ひまわりガーデン武蔵村山というところにね、行ってまいりましたので、その、写真ですねを載せておきたいと思います。で、今回持っていったレンズは、55mm と 135mm の単焦点2本ですねを持っていきました。で、あとは持っていった方がいいものとして、飲み物と、あと帽子ですね、あとタオルなんかもあればいいのかなと思うんですけど、非常にね、こう暑くて、で、まあ、遮るものがねちょっとないので、なので水分補給でしたり、あとはね、こう自分でこう日陰を作るような形で、何かね持ってった方がいいんじゃないかなと思います。暑さ対策はねやっていった方がいいと思いますね。で、期間はですね、8月半ばまでやってるようですので、ぜひ行ってみてください。で、こういうようなね、高台をね、ちょっと簡易的に作られていまして、で、上からもね、こうやって写真撮影ができます。なんかね、不思議ですよね。都心のところにね、こうやって、ズドーンとここだけね、ひまわりの、こういったひまわり畑があるっていうのはね、なかなかちょっと珍しいんじゃないかなと思いますので、すんごいね、数のひまわりが咲いてましたので、今がね結構見頃ですよということなので、まあ、天気がいい時はぜひ行ってみてください。で、お子様遊ぶようにこんな感じでね、迷路みたいなのも、ひまわり迷路みたいなね、ものもありましたので、こう楽しんでいられるかなと思います。で、しばらくね、撮った作例を載せておきます。で、今回この作例はですね、もう取って出しですね、もう撮ったまんま JPEG のまんま載せてあります。で、新宿からも多分車で 2時間か2時間半くらいでもしかしたら来れるのかなと思うんですけどね、割と小平市から桐蔭からだと30分くらいでね、バイクで行けましたので、なので非常にね、近いところにこういったところがありますので、興味がある方はね、ぜひ行ってみてください。で、ひまわりはだいたい東方向にこう向いてますので、なので巡行でね、こう綺麗に花が取れるっていうのは、やっぱり午前中の方がしっかり取れるのかなと思いますので、おすすめは朝9時にね行くこと。9時からオープンするんで、なんで朝9時がね結構空いてていいと思います。で、僕がいたね10時くらいからね、結構混み始めてというか、人がね結構増えてきたなという印象がありましたので、なので朝9時にね、入ることが、駐車場も空いてるんで、おすすめかなと思います。なのでね、ぜひ、午前中早い時間に行ってみてください。で、車で行かれる方もね、車の専用の駐車場がありますし、バイクでね行かれる方は、駐輪場、自転車と同じところにね止められますので、まあ、そちらに止めてもらうというようなね感じになるんですけれども、で、バイクはね金額はかからなかったです。お金はかからなかったので、なので結構行きやすいのかなっていう感じがします。車も確か無料だったような気がしましたので、ちょっとね、そこら辺はホームページで確認して、ご覧になってください。ということで、以上、浅場整骨院写真部でございました。ありがとうございました。